皆さんこんばんは。デイトナオカルトトークでございます。今回なんですけど、ゲストがですね、松島初音さんということで、はい、初音ちょっと二人の回だったんですけども、その前に撮影してた物産残ってくれてます。でもなんかさ、これ良くないですか、この座組。ここの二人の間に一人ゲスト来るみたいなのって、はい、あ、すごいいいかも。めっちゃ安心感あると思う。いや、私も撮影終わって、ビール飲んで、そうそうそう、スタッフさんがお疲れ様ってビールもらって飲んでて、いや、撮影始まるんで、座って一緒にいたいです。あ、だから、なんか騙されたかも。まあ、ガーリックマネーかも、デイトナ店にしたいです。あ、なるほど。そうそう。視点ということで、ね。で、ごちーママみたいな感じの、ま、いらっしゃい。だってね、今昼の1時ですよ。やばい片手に、ラガ片手に。めっちゃいいと思うんですけど、店長とチーママ。チーママ。で、本日のお客さんは。ママみたいな。いや、働いてよ、こんな可愛い子はね。ね、頑張る娘。めっちゃ居心地いいですけど、人によってはね、居心地悪いって感じる人もしかしたら。圧がね、そう、両方圧強いんだよね。私はすごい気持ちがいいんですけど。ということで、こちらなんですけども、はいはい、まあ、ざっくりと、なんかこうテーマはあるんですけど、はいはい、オカルトの話をしてちょうだいよというコーナーなんですよ。あ、なるほどね。オカルトの。そう。だから、初音ちゃんも最近ね、最近というかまあちょっと前から、こう、うん、オカルトの世界に戻ってきたじゃないですか。はいはいはい、はい。で、いろんなこうね、怖い話とかする機会増えたと思うんですけど、うん、それをすることによって、なんか影響って出ました？昨日まさにその話をしてたんですけど、はい、私その、初音階段って自分の体験をまとめた本があって、はい、で、その、まあ、10年ぐらい前に出したんですけど、はい、そこから10年特急経ても語るのをやめてしまって、また復活し始めて、はい、そしたらそれを漫画にしていただいてるんですよ。はいはいはい。ホラーシルキーっていうところで、うん、漫画にしていただいて、こう、うん、不定期に連載をさせていただいてるんですけど、はい、それが、そろそろ、こう、話数も溜まってきたし、うん、将来的に単行本化とか、そういうの考えていきたいね、みたいな話があって、うん、でそれでじゃあ一回打ち合わせしましょうって、昨日ランチミーティングが行われたんですけど、はい、そのランチミーティングの場で、なんか、今出てる話っていうか、こう書かれた話っていうのが、うん、私が幼少期に体験したことがメインで書かれてたので、うんうんうん、もうこの他にもエピソードがあと何巻分ぐらいはありそうですかって言われたので、うん、その長さにこだわらなければいろいろあるし、うん、で、他にも、その、まあ、絵にできるかどうか、うん、漫画に、喋るんだったらまだしも、はい、漫画にするんだったらどうかっていうのはさておきとしたら、うん、結構いろいろありますよっていう話をしてた時に、はい、ちょうどその漫画にしようっていう話の大元で紹介してくれてた、佐伯ベニオさんっていう作家さんなんですけど、はい、が同席してくださったんですけど、うん、このベニオさんと、そういう体験をちょっと一緒にしてたことがあって、で、ベニオさんから10年ぐらい前に、うん、初音ちゃんの体験談を聞きたい人たちが結構いると、うん、私の周りの友達界隈。はい、だから、ぜひにそこを話しに来てもらえないかって言われて、うん、で、じゃあ飲み会をセッティングするって、うん。で、そこに飲み会セッティングされて、私行ったんですよ。うん、で、はじめましての人ばっかりですよ。もうベニオさんとベニオさんの旦那さん、尾崎さん以外、もう全員ちょっとはじめましてみたいな感じで。はい、で、いや、なんか私のなんてそんなって言って、まあ飲みながらこう、一回ちょっと雑談みたいなしながら、私がこうちょっと、体験を語るみたいな、し始めて、うん、で、まあ私、その自分の体験で結構皆さんが知っていただいているのが、飛び降りをずっと繰り返しちゃう女の子の話というか体験があるんですけど、はい、それを、まあ、話してて、で、それってどういう話かっていうと、うん、まあ私がこう、中学の時に、親と一緒に引っ越しをして、うん、引っ越しした家が、まあ事故物件というか、うん、ただその部屋でというよりかは、そのマンションの屋上から飛び降りしてた子がいて、うん、で、サイレンの音がある時間になるとして、なんでこのサイレンの音聞こえるんだろうって窓からこう顔出したら、上から女の子が飛び降りて、うん、その飛び降りてる時に、サイレンと同じ音を出しながらっていう、はい、その叫び声でしたみたいな、体験があるんですけど、うん、その、こう、窓を開けて見上げたらって言ったぐらいで、その一緒に飲み会にいた男の人が、うん、私のその話の腰を折るように、僕もそういうのあるんですよ。うん、っていきなり入ってきたんですよ。はいはい。もうだから今このタイミングで全然違う話をし始めるみたいな、ぐらいの感じ。で、今みんなが私がしてる話を追いかけていくから、その話をしてくる。うん、で、あれと思って、でもちょっと私もその場が初めてだったし、うん、なんか、あ、一回話していいですかとか、なんかできないなと思ったから、あ、え、そうなんですかって、そっちに話を振ったんですよ。はい、そしたらもうみんなは今、その5分ぐらいその私の話を聞いてるから、うん、えってなって、
で、まあその人の話聞きよって、え、っていうか、え、初音ちゃんは、え、それどうなったの、うん、って言って、また私、ちょっと前から話し直し、感じして、うんうん。で、他の体験を話すときも全部それされたんですよ。だったから私、この人に嫌われたのかなと思って、で、ちょっと対抗意識を燃やしてくるというか、うん、まあ変わった人なんですよ。はい、自分自身もそういう体験をしたことがある人で、うんうん、独特な生い立ちをされてる方なんですけど、うん、で、なんか、僕ってすごい気がついたら生きるとか飛ばしちゃうんですよ。みたいな。気をつけてくださいね。みたいな感じのこと言って、ちょっと脅してきたりとか、そういうような感じで、ちょっとあんま得意じゃなかったんですよ。で、飲み会が終わった後に、そのベニオさんに、私ちょっとあの人得意じゃないかもって言って、その、多分私嫌われちゃってると思うので、って言って、あ、そうなんだ。じゃあ、ちょっと今後はあの方とはのセッティングしないんですよね。でも私も連絡先も交換したかったから、それで終わりってなったんですけど、そこから一切その人と連絡を全く取ってなかったのに、うん、その3ヶ月後ぐらいに、全然そこの共通の知り合いじゃない人と、うん、お仕事の現場でお会いした時に、うん、まあ、A さんとしますけど、その A さんとお話した時に、A さんからいきなり、こうこうこういう人知ってますかって言われて、うん、え、誰だろうって言って、なんとかさんって人なんですけど、うん、わかんないかもしれないです。で、こういう人でちょっと変わってて、生い立ちがこうでって言った瞬間にピンってきて、あ、わかりますわかりますって言って、で、わかりますみたいな感じなんですかって笑われて、いや、多分お会いしたの数か、結構3ヶ月くらい前かもしれなくて、って言ったら、え？いや、僕今仕事一緒にさせていただいてて、まぁ、ちょっと監督、なんかアシスタントみたいなのにされ、仕事その、ね、してる方なんですけど、その現場で一緒になって、その時に、僕に対して、その初音さんの話をしてきて、この間お茶したって言ってきた。で、今持ってるカバンの説明をされたんですか、って言われて、私がその時、こう、ちょっと黄緑色で刺繍が入ったカバンを持ってたんですけど、はい、3日ぐらい前に買ったやつなんですよ。だったから、うん、え？って言って、これですかって言ったら、もうまさにそれだったんで、そういえばその話聞いたなと思って、今思い出して話したんですよ。そうそうそう、よろしくお伝えくださいじゃないけど、なんかそういうの話したんですよって言って、いや、会ってないですって言って、え、これ何みたいになるじゃないですか。うん、で、このカバンを買ったことも、旦那さんすら気づいてないかもみたいなことだったんですよ。で、そういうちょっと気持ち悪いことがなんかいくつかあって、で、私は体験談を語るのをやめてしまったんですよ。はい、でそうしたらやめたら、パターンってそういうことが一切起こらなくなって、もう私も忘れちゃってて。で、10年ぐらい経って、島田さんから、初音ちゃんもう一回階段喋らないみたいなことがこう起こり、で、階段喋り始めて、で、ベニオさんとまた久々に会ったり、なんだりとかして、とかっていうことがあった後ぐらいから、また変なことが起こり出したんですよ。なんか、なんていうかこう、まあその時疲れてたのかもしれないんですけど、階段降りてたらこうトンってされるような感じがあって、つまずいて転んじゃってとか、で、顎ちょっと切っちゃってとか、コンビニで物を受け取ろうとしたら手がパッて切れて、店員さんが、ってなって、みたいな。お互いにこう、なんか構えた時とかですかねみたいな感じの、なったりとか、めっちゃ変なことが起こるなってなって。で、そういうことがあったんですかみたいなことをベニューさんとお茶した時に話してて、で、怖いねーなんてこう雑談として話してた流れで、実はって言って、彼、今、私の旦那さんと今仕事をしようとしてて、初音ちゃんどう思うみたいな。彼言って、いや、私は本当に良いと思ってなくて、みたいな。で、まだ縁があることにびっくりです。で、私は正直言ってそういう生き量の類とかね、そういうなんか根を飛ばしてきてるとかっていう時、大体、あ、これこの人だって。その、わかると。だから、で、その時に、私、縁が全然なかったはず、一回しか、人生の中でたった一回、2時間とか3時間飲み会でしかお会いしたことないのに、一瞬でその人の顔が浮かぶぐらい、これ、この起こってることってこの人だって思うぐらいには、ちょっと嫌だなと思ってたから、ちょっとやめた方がいいんじゃないですかね、みたいな感じで言って、いやだよねって言って、いや、じゃあ今日はありがとう、みたいな感じで、じゃあそれでまたって言って、駅で別れたんですよ。ね、ベニオさんはタクシー乗ってて、で、私は駅の階段降りてっていう時に、なんか音楽でも聴きながら帰るかと思って、エアポッツパカって当てて、で、耳につけようとしたら、もう音が鳴ってたんですよ。ここで。で、え？と思って、エアポッツって使ってない方わかんないかもしれないですけど、まあ、これ、Bluetooth のイヤホン大体そうだと思うんですけど、耳につけると自動的にスマホと接続して接続音が流れるんですよね。エアポッツはドゥドゥーンとか言うんですけど、で、それが全く、鳴るとかいう以前にも、ここでずっとなんか鳴ってるんですよ。鳴ってる。え、これ何が鳴ってんだろうと思って、つけたら、シリみたいな声で、って言ってるんですよ。これ全然聞き取れなくて、でもなんかゾワッとして、あ、これ何これって言って、スマホ確認したら何も再生されてなくて、
え、気持ち悪いつけんのやめようと思って、うん、で、それちょっと結構ゾワゾワして怖かったから、家帰って友達とちょっとゲームしないとかって言って、で、オンラインで通話しながらゲームして、うん、実は今日こういうことがあって、で、それでさ、って言った瞬間に私、そのイヤホンつけながらゲームしてるんですけど、ここから声かけられた気がして、で、え？って振り返っちゃったんですよ。うん、こういうことが、あ、ね、で、それでなんとかでって、間が空いて喋っちゃったんですよ。うん、そしたら、その一緒にゲームした友達が、え？今喋ったの誰、うん、って言ったの、うん、で、男2人、女1人の状態だったんですよ、うん、で、今松島さんって喋るのやめましたよね、一瞬、うん、その瞬間に違う人の声聞こえたんですけどって言って、うん、え、やっぱり俺家かと思ったって言って、その2人がこうざわざわし始めた、はいはいはい、で、やめてよみたいな、もう何何、もうあれなのかな、余計なことすんなとか言ってんのかなって言った瞬間に、うん、うわっそれだとかって言って、うん、その後からわって聞こえることあるんですか、え、今なんて言ったの、ああ、なんとかって言ったのかみたいな、こう、ちょ、遅れて脳が理解するみたいな、うんうん。私が余計なことするなって言ったのかなって言った瞬間に、うんって、余計なことすんなって言ってるんですよって言って。おで、もう、うーわーってなって、で、ベニヤさんがなんかちょっと、私アドバイスしちゃったから余計なことすんなってことだったのかもしれないです、みたいな感じの、まあメール送っておいたんですよ、うんうん。で、そこからしばらく会ってなくて、昨日久しぶりにそのランチミーティングでお会いしたんですよ、ベニヤさん。っていうことありましたよねって今の一連の話をしたら、ベニヤさんが実はあの後縁を切らせていただきましたって言って、もうそういうトラブルが相次いで起こって、で、もう、私たちもこれは責任を取りきれないっていうことが結構起こったので、もう、だから多分大丈夫だと思う。って。で、ぜひ、よかったですね。って言って、なんかこう、むやみやたらに話したりとかすると、はい、そういうことあんだなっていうか、やっかみなのか何なのかわかんないんですけど、だからちょっとあんまり、去年、あ、一昨年かは、久しぶりにその自分の体験を話し出したら、うん、ちょっと感覚が戻ってきた部分があって、はい、それを危機としていろんなところ喋ってたんですよ。うん、でもその結果、やっぱその人がまたこう、戻ってきてというか、うん、まあそういうことにあったので、うん、そこから言うのやめて、全く見えない、もう全く感じません。ずっと言うようにしてた。なるほどね。もう、言わない。感じないって言ってるって。その人さ、でも生き霊を飛ばすだけじゃなくてさ、うん、前科もあるよね。前科あるの？だからリアルに、もうその非現実的にも現実的にも若干やばい人だなーって。怖いよね。それはあんま分かってた。うん、だからそれは、あんま話せないやつ。うん、そう。で、端折ってるんですけど。なるほど。そう。言う人なんですよ。あ、そうなんですか。で、それを知らなかったんですよ。私その1回しか会ってなくて、はいはいはい、で、その時は誰も知らなかったんですけど、うん、この10年の間に、こう、そういうの言われたりとかなんだとかで、はいはいはい、どんどん話が集まってきて、うん、みたいな感じになって。なんか、物産から見て、失恋ちゃんって、どういうタイプの霊感持ちなんですか？かわいい。かわいい。見た目。かわいい霊感持ち。チャンネルの人たちだなと思う。マコさんもそうだし、はずねちゃんもそうだし、やすくんとかもそうだけど、はいはいはい、やっぱいろんな霊感ってあって、はい、ここにいますよねとか言われても、まるっきり私見えない時とかもあって、はい、やっぱこの人とはちょっと見てるチャンネルとか、角度が全然違うなとかっていうのがあるんですけど、はずねちゃんだと大体同じかな。わかる。なんか、基本的には、霊に対して俺強い気がするんだけど、はずねちゃん。なんか、すごい苦手な幽霊いそうな気がするんだよ。はずねちゃんにグッと来ちゃうやつ。うん。そう、だから、通じないやつじゃないですか。そう。あと、はずねちゃん強く見えるけど、全然強くない人だから、だから一生懸命見えるけど、はいはい、バリア張ってるとか、ね、まあ普通の現実世界の人に対してもそうだけど、はいはい、懐いてるけど、うん、ちょっとどこか壁を作ってしまって、ね、はいはいはい、自分を守ってるみたいな、そういうところはあるかなと思いますけど。なるほどね。とにかく可愛い。とにかく可愛い。丸かったらこの顔になりたい。あと、足立由美ちゃん。ツートップや。すごいツートップにしてもらえたら。初ネックス、足立由美。ツートップですね。以上、女子トークでした。また次回お楽しみということで、以上、デイトナオカルトトークでした。どうもありがとうございました。